おはようございます。一宮キリスト教研究所のアグロツトムです。今朝もご一緒に聖書を学んでまいりましょう。箇所は旧約聖書紙篇第54編です。キリスト教の暦では今週は受難週に 当たりますそして私たちの詩篇の学びは詩篇54編「ダビデのマスキール」「ジフの人たちが来てサウルにダビデは私たちのところに隠れているのではありませんか」と言った時にという表題が付されておりそれは危機のただ中で捧げられた祈りです。 これの意味するところは、私たちが試練に直面するときに、ダビデの生涯に私たちの生涯を重ね合わせて生きるように、ダビデの祈りに私たちの祈りを重ね合わせて祈るように提供されている材料集と言えます。では 詩編五十四編とその背景となっている第一サムエル記のいくつかの箇所を抜粋朗読させていただきます。詩編第五十四編。指揮者のために弦楽器に合わせてダビデのマスキール。ジフの人たちが来て、サウルに。 ダビデは私たちのところに隠れているのではありませんかと言った時に、A、救いの懇願」一節神よあなたの皆によって私を救いください」「あなたの力強い御業によって私を弁護してください」「神よ私の祈りを聞いてください」 私の口の言葉に耳を傾けてください。B、困難の叙述。3節。見知らぬ者たちが私に立ち向かい。横暴な者たちが私の命を求めています。彼らは神を前にしていないのです。セラ。C、信仰の告白。4節。 見よ、神は私を助ける方。主は私の命を支える方。神は私を待ち伏せる者たちに災いをもって報いられます。あなたの真実によって彼らを滅ぼしてください。D、捧げ物の誓い。六節。 私は心からの下げ物を持ってあなたに生贄を捧げます。主よあなたの皆に感謝します。素晴らしい皆に。神がすべての苦難から私を救い出し私の目が敵を平然と眺めるようになったからです。第一サムエル二23章 を抜粋ししてお読みいたします第一サムエル二23章19節自婦人たちはギブアのサウルのところに登って行っていった。ダビデは私たちのところに隠れているのではありませんか。エシモンの南、ハキラの丘のホレッシュのある要害に。おうよ、今下っていこうと思いでしたら下ってきてください。 私たちが彼を王の手に引き渡します。26節サウルは山の一方の側を進みダビデとその部下は山のもう一方の側を進んだダビデは急いでサウルから逃れようとしたサウルとその部下がダビデとその部下を捕らえようと迫ってきた時 一人の使者がサウルのもとに来て、急いで来てください。ペリシテ人がこの国に襲いかかってきましたと言った。サウルはダビデを追うのをやめて帰り、ペリシテ人の方に向かった。こういうわけでこの場所はしっきりの岩山と呼ばれた。 ジフの人たちが来てサウルに <coughs> ダビデは私たちのところに隠れているのではありませんかと言った時にというこの前書きは第1サムエル二23章19節の出来事を指しています。ダビデがサウル王の追跡を逃れてイスラエル王国の最南部のユダ族のジフの地域に潜伏していたとき、 フ婦人がサウル王にこれを密告したのです。フ婦人はその後26章一節でも「フ婦人がギブアにいるサウルのところに来ていった。ダビデはエシモンの東にあるハキラの丘に隠れているのではないでしょうか?」と密告を繰り返しています。なぜこのようなことをしたのでしょうこれは アヒメレクがダビデのことを通報しなかった等の疑いをかけられ、祭祀の町ノブが絶滅させられた恐怖が効いていたのかもしれません。昨今の非協力的なウクライナ人を見せしめに殺戮したロシアの残虐な行為を放物させます。 その通報に基づいてサウルは3,000の精鋭を率いてダビデ逮捕に向かいました。エれらアの密告はダビデたちの生死に関わる大きな危険をもたらしこの気球の中からこの祈りが捧げられたのでした。 第一サムエル記23章の24節から29節に、その行動と報告が記されています。サウル王のダビデ追撃は成功し、サウル王の正規軍の精鋭3000人はダビデたちを追い詰めていきます。丘から丘へ、崖から崖へ、岩山から岩山、岩から岩へと導いていきます。 サウル王は漁師のようでありダビデは駆られる動物のようについに追い詰められてしまいますサウル王と部下は周囲から迫ってダビデを袋のネズミとしあと一歩で捕らえんとしますダビデたちは絶対絶命の危機にありましたこの追跡がもう一節、 あるいはもう一人は続くならサウル王の精鋭はダビデたちを捕らえていたことでしょうしかしその捕獲寸前で27章27節一人の死者がサウル王のもとに来て「急いで来てくださいペリシテ人がこの国に襲いかかってきました」との急報が伝達されました。なんという サウル王とダビデは深刻に争っているとはいえ内紛であり外敵ペルシェとの戦いが国の存亡に関わる事柄であることを知っていたのです。なのでまさに危機一髪でした。まさに髪の毛1本ほどのごくわずかの差がダビデたちの生死を分けたのです。 私たちの人生にもこのような瞬間があるのではないでしょうか。54ペ1節神よ、あなたの皆によって私をお救いください」と叫びそして7節神が全ての苦難から私を救い出し私の目が敵を平然と眺めるようになった瞬間のことです」この背景には第一サムエル記 23章1節から5節でのケイラの出来事があります。23章1節今ペリシテ人がケイラを攻めて内場を略奪していますと言ってダビデに告げる者がいた。ダビデは主に伺っていった。言ってこのペリシテ人たちを撃つべきでしょうか主はダビデに言われた。行け。ペリシテ人を撃ちケイラを救え。ダビデの 部下は彼に言ったご覧の通り私たちはここユダにいてさえ恐れているのにケイラのペリシテ人の陣地に行って向かっていけるでしょうかダビデはもう一度主に伺ったすると主は答えられたさあケイラに下っていけ私がペリシテ人をあなたの手に渡すからダビデと部下はケイラに行きペリシテ人と戦い カエラの家畜を奪い返しペリシテ人を撃って大損害を与えたこうしてダビデはケイラの住民を救ったダビデは逃亡中の身でありながらイスラエルのケイラの人々をペリシテ人から救っていたのです大した人間です サウル王が常に自身の損得感情で行き行動しているのに対しダビデは自身の損になることでも主の耳に叶うことなら犠牲を払い冒険をする主の真の勇者であると教えられます私たちもこうありたいと思いますダビデのこのような生き様行為判断はやがて訪れるダビデの即位 王朝の安定的継承に、万事が良き種まきともなっていきます。ペリシでは、ケイラの戦いでダビデに敗北していたがゆえに、それに対する反撃の機会を伺っていました。それで、サウルとダビデが争っている内紛状態にあるイスラエルの隙を狙って、イスラエルの背中から攻撃を仕掛けたのです。 しかし不思議なことにそれはダビデの命を救う神の道具とされたのでした敵ペリシテの攻撃すらもダビデの命を救う手段として用いられることになったのですよくよく探してみると私たちの人生にもこのように不思議なことが多々あるのです さて、詩編54篇は、そのような危機的状況において捧げられた祈りです。え、救いの懇願は、一節、神よ、あなたの皆によって私をお救いくださいで始まります。あなたの皆によってという言葉は、ただ、神の力の発動を願うだけではなく、神ご自身が 自分の側に立ってくださいと祈っている言葉です精死をかけた対決においてダビデは唯一の酒どころを神に求めたのです事実サウル王の悪なき追撃はダビデに火があるわけではありませんでしたサウル王はその誤りにより王位からすでに退けられていました そして反対に神の一方的な主権的選べにより隠れた形でダビデが王として油注がれていたのですこのことにこの対決のことが起因していますですからサウル王とダビデの対決がどのように決着するのかは単に 好不幸の問題を超えて、神の皆に関わる公的問題、神の名誉に関わる義の問題であるということなのです。私たちもこのようなポイントに焦点を合わせて生きることが大切です。教会もこの世と変わらず、目的のためには手段を選ばず、となっていてはいけません。 健全な教え、健全な運動に沿って成長を図るのでなければ、主の御霊を悲しませることになります。私たちの身の回り、キリスト教会全体における誤った教えや運動の問題にも、世界における大国と小国の間の問題にも、また独裁者と自由と 民主主義と人権の問題にも、私は本質的に神の皆に関わる公的問題、神の名誉に関わる義の問題があるように思います。私たちが信じる神様のこの世界における身旨というものには、魂の救いとともに天において御心が行われるように、 死においても見心が行われますようにという祈りと戦いが地の果てまで世の終わりまで続くように思いますこれらの戦いにおいてどのように生きるのかにおいて私たち自身も終わりの日に吟味され審判され弁護されることになります B 困難の術。三節。見知らぬ者たちが私に立ち向かい、横暴な者たちが私の命を求めています。彼らは神を前にしていないのです。サウル王は、うすうす神の耳に気がついています。誤りの上にすでに王いから退けられていること。 サウル王はやがてサウル家に取って代わってダビデ家が大いにつくことを知っています。それで必死になってそれを防ごうとしているのです。サウル王は私に逆らい。サウル王が私の命を求めています。サウル王は神の説理を実感しつつ、それを妨げよう、阻止しようと全力を尽くします。 ダビデが、首行伝二章二十五節、ダビデはこの方について次のように言っています。私はいつも主を目の前にしています。主が私の右におられるので、私は揺り動かされることはありません。と、コーラムデオ、いつも主の見舞いに生きておりましたが、サウルオは神を前にせず、神の御胸に背いて、ダビデを迫害し、 その命をたたんと奔走していました。主の身旨を察知しつつ、それに歯向かって生きるとは何と恐ろしいことでしょう。できるだけ早期に悔い改め、主の道に立ち返ること、主の思いに進路を修正していくことが大切です。 サウル王のこのような姿は過去のものではありません。私たちの身近にも、キリスト教会の中にも、ロシアとウクライナの戦いの紛争の中にも見受けられるものです。私には今回の紛争の行方は、ロシアのプーチン大統領とウクライナのゼレンスキー大統領の行方は、まさにサウル王とダビデの関係のように、 重なって見えます。世界の多くの国々、多くの人々がウクライナのために祈り、様々な形で支援をしようとしています。C、信仰の告白。4節見よ、神は私を助ける方。主は私の命を支える方。と、ダビデはその皆のゆえに助けられ。 一発で何度も命を救われました。D。捧げ物の誓い。6節。私は心からの捧げ物を持ってあなたに生贄を捧げます。主よ、あなたの皆に感謝します。素晴らしい皆に。と神様がその皆のゆえに公的正義を実現するための介入を、救出の皆座をなしてくださったことに。 内から湧き上がる感謝の自発的表現として捧げ物の誓いを成しています。七節神が全ての苦難から私を救い出し私の目が敵を平然と眺めるようになったからです。といだ押し迫り続ける敵に対して既に勝っている との信仰に立ち、攻め込んでいる敵を平然と眺める内的な余裕を示しています。屈教の中から神による救いを切に懇願したダビデの祈りは、確実に神に届き、恵みの応答をいただけるとの確信がダビデの心を包みます。ダビデの魂はまだ続く危機の中にあっても、 勝利のへと飛躍ししていきましたこの驚くべき内的ダイナミズムこそが信仰生活の醍醐味ですこのように深い神との内的交流の息吹をこの詩編54四篇は伝えているのですこの詩編を読むとき人生はドラマ」 といいう言葉を思い起こします。神様が与えてくださった一度きりのあなたの人生その人生を死と共に脚本家のようにあなたの人生をアレンジしていかせていただきましょうセリフもストーリー展開も一挙手一投足を死と共にアレンジしていってよいのです 試練の場面もあるでしょう。その時には、ダビデの危機的場面の物語、ダビデの詩援の祈り、叫びと重ね合わせて、脚本をアレンジさせていただきましょう。埋めき・叫びのただ中で、あなたは神の国のアカデミーの脚本賞をいただける取り組みをさせていただいているのです。 脚本の材料は聖書中に満ちています。その霊的、信仰的エッセンスを私たちの人生のドラマの中に散りばめ、その本質を奥義のように展開させていけばよいのです。詩編の編集者は、編纂され続けた詩編の中に、信仰者ダビデの本質を洞察しています。 私たちは信仰者としての私たちの生涯の中に私たち自身の信仰の中にダビデ的本質を見いだして生きるように召されているのです。それがサムエル記の意味であり、詩編が記された意味なのです。ではお祈りいたしましょう。